仙台大学全日本種目別2位に入った選手です。その全日本種目別では15点台の得点を挙げています。珍しいですね。だいたい普通の旋回に戻してまた開脚旋回とかはあるんですけども、最初から最後の開脚旋回はとても魅力ある演技構成だと思います。いやー、でその中に技をこう組み入れていくわけですよね。そうですね。得点が楽しみです。高得点が出ましたね。すごい、出ました。15点台です。15.20 で素晴らしい得点が出ました。